こんにちは、ふたつきです。先日水族館へ行ってクラゲを見ました。ゆらゆらしている感じが何とも言えず癒されますよね。というわけで今回はクラゲと海のペンダントトップとピアスを作ります。材料です。クラゲの部分はネイルシールを使います。型はパジコの三角形のモールドで、着色は NR クリアカラーです。この前大阪で買ってきたみゆきの穴なしビーズを試しに使ってみます。はじめにレジン液を海の色に着色します。三角トレーに多めにレジン液を出します。 NR クリアカラーのブルーを混ぜます。レジンの量が多いので多めに入れていきます。 NR クリアカラーのレモンイエローを入れます。ブルーとイエローが9対1くらいになるようにすると綺麗な海の色になります。よく混ぜます。まだが色が薄いのでブルーを入れて濃くしていきます。こんな感じで好みの色になるまで絵の具を足していきます。色が出来上がったらエンボスヒーターを当てて気泡を抜いておきます。ネックレスを作ります。25ミリの三角錐の型に透明なレジン液を入れます。爪楊枝で型の表面にうっすらと伸ばします。伸ばせたら気泡を抜いて硬化します。クラゲのネイルシールを貼ります。このネイルシールはメンズスタイルという商品名が書いてあります。ネットで購入しました。三角錐の先から5ミリくらいの位置に貼るとちょうど良いです。剥がれてこないように上から押さえておきます。もう一つの面にもクラゲを貼っておきます。着色したレジン液を入れます。これから入れていくブリオンやアナナシビーズが沈んでいってしまうのを防ぐために何回かに分けて硬化させます。はじめは4分の1くらいの高さまで入れます。エンボスヒーターを当てて気泡を抜いたら軽く爪楊枝で広げておきます。封入するパーツを入れます。0.8ミリのブリオンを入れます。2ミリの穴なしビーズを入れます。このブリオンとビーズは表面がオーロラ加工されているので、レジンに封入すると虹色の玉に見えてとても綺麗です。透明な六角ホログラムを入れます。全体の配置を整えたら硬化します。着色したレジン液を型の半分くらいの高さまで入れて、爪楊枝で広げます。先ほどと同じようにブリオン、アナナシビーズ、六角ホログラムを入れます。熱帯魚のメタルパーツをクラゲのいない面に配置します。メタルパーツがレジンに埋まるような感じにできたら硬化します。着色したレジン液を型の6分目くらいの高さまで入れて、ブリオン、アナナシビーズ、六角ホログラムを入れます。全体にまんべんなく入るように配置を整えます。星の砂を1つ入れます。星の砂がレジンに埋まったら硬化します。着色したレジン液を型の6分目くらいの高さまで入れます。白いドライモスを入れます。サンゴっぽく見えるように爪楊枝でレジン液をなじませます。レジン液に入れただけだとモスの先の部分が塊になってしまうので、先の部分は爪楊枝で整えるようにします。こんな形になります。ち小さな巻き貝を入れます。巻き貝が型から飛び出さないように注意します。配置を整えて硬化します。着色したレジン液を型の8分目くらいの高さまで入れます。透明なレジン液を加えて爪楊枝で混ぜます。メタルパーツの貝殻と人手をモスの近くに配置します。アナナシパールをモスの根元に少し入れます。配置できたら硬化します。型いっぱいまで透明なレジン液を入れて爪楊枝で全体に広げます。星の砂をモスの下のあたりに散りばめます。熱帯のサンゴ礁をイメージしています。アナナシパールを入れます。この時点で型いっぱいまでレジン液が入っていない場合は、透明なレジン液を追加で加えてください。配置を整え、硬化します。完全に硬化したら型から取り出します。思ったより少し角がありますね。ヤスリではみ出している部分のレジンを削ってバリ取りをします。バリ取りできたら軽く粉を払っておきます。ピンバイスを使って上から2ミリくらい離れた部分に金具を通すための穴を開けます。穴を開けた面が正面になるので、見栄えのいい面に穴を開けるといいですよ。開けた穴に鋭管を通します。穴に鋭管の端を通したら、ペンチで閉じます。閉じたら抜けてこないか確認しておきます。ネックレスに加工します。丸カンを開いて、ネックレス紐、貝のチャーム、作ったペンダントトップを通します。丸カンを閉じたらネックレスは完成です。ピアスを作ります。15ミリの三角形のプレートのモールドを使います。透明なレジン液をモールドの底に薄く広げます。気泡を抜いておきます。六角ホログラムを入れます。配置を整えて硬化します。クラゲのネイルシールを貼ります。三角形にそれぞれ一つずつクラゲを貼っておきます。着色したレジン液を型いっぱいまで入れます。ブリオンとアナナシビーズを入れていきます。六角ホログラムを少し入れて、配置を整えたら硬化します。固まったら型から取り出します。はみ出しているレジンをバリ取りします。削った時に出た粉は軽く払っておきます。金具を通す部分を作ります。三角形の上の部分にピンバイスで穴を開けます。2つとも同じ位置に穴を開けるようにしてください。ピアス金具とつなぎます。三角管を大きく開いて、レジンで作ったパーツを通します。ピアス金具を通してから三角管を閉じます。抜けてこないことを確認したら、もう一つも同じように作業します。2つともできたら完成です。ピアスはゆらゆら動いて、可愛い感じに仕上がりました。アナナシビーズが本当に泡っぽくて綺麗に見えます。作ってから気がついたんですが、三角錐の底の部分に内側が鏡のように反射して、覗き込むとすごく奥行きが感じられます。思った以上にいい仕上がりになりました。この三角錐で海を作るのはかなりおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。